頑張るんだ。あは、おじいちゃんぶった切らないで。ここ何？入れないの？めっちゃお宝あるやん、ちょっと。やば。財宝ザックザクや。ザックザクやん。さあ、マルティナとの再会になるか。うわぁ、偉そうなベッドだわ。あれ、ベッドじゃなかったん？ベッドかと思った。お、みんなここでもなんかめっちゃ遊んでますね。あ、どうも。あら、人間のお客様なんて珍しい。心ゆくまでルーレットを楽しんでいくといいわ。さあ、こっちに来て。うんうん。怪しい匂いしかしない。姉さん、出番よ。今日もやっちゃってちょうだい。え？姉さん。え、まさかの。え？うふふ、次はどんな坊やが私の餌食になりたいのかしら。マルティナ？そんなまさか。なんか操られてる。目の色違うよね。姫様。あら、グレーグじゃない。あんたみたいな頭でっかちでもこういうところに出入りするのね。あんたも刺激が欲しいのね。たっぷりサービスしてあげるから、私と一緒に遊びましょう。姫様、なんとはしたない。グレーグ、あんたってほんとうんざりするほど真面目な男ね。忠実なだけなら犬でもできるわよ。ねえ、私の犬にしてあげましょうか。世界で一番幸せなペットにしてあげる。確実に操られてますね。なんとハレンチな。一体どうしたんじゃ、マルティナ。今は冗談を言っている場合じゃないぞい。打倒ウルノーガの信念を貫くため、わしらにはお主の力が必要なんじゃ。さあ、もう一度わしらと旅を。もう相変わらずうるさいジジイね。楽しい雰囲気がしらきちゃうじゃない。いい？今の私にとって打倒ウルノーガなんて興味ないわ。こんな世界、もっと壊しちゃえばいいのよ。私が興味あるのはこのカジノを作った六軍王であるブギー様だけ。私の身も心もブギー様のものなのよ。だからあんたたちはついてかないわ。ん？あんたたちにはついてかないわ。私はブギー様と一緒にこれからこのカジノを盛り上げていくんだから。いい加減にしてください、姫様。今はそんな馬鹿げたことを言っている時ではありません。こんないかがわしい場所、気高い姫様にはふさわしくない。さあ、我々共に行きましょう。うおー、ぐっ、強い。気安く触らないでくれる？女の誘い方も知らないの？あんた何も分かってないのね。どうやらきついお仕置き必要みたいね。あんたたちみたいにしつこい奴ら、私のケリーで黙らせてあげるわ。戦闘。呪われし、マルティナガラ、呪われてる。マジか。戦うしかないの、これ。強いよ、それ強いよ、マルティナだもん。普通の敵よりよっぽど強いよ。やばいやばい、老おじいちゃんがお亡くなりになるところだった。これはやっつけれるパターンのやつなの、普通に。弱いって。弱すぎるって。ヒットアタックダメージすげえ。やばいやばいやばい。天国に旅立ってきたパフパフで。使う技まであんな感じになってんのか、マルティナ。あ、でも、あれなんやね。アイナはちゃんとダメージ与えれるんやね。グレイグー。うっとりすんなし、そんなね、半笑いの顔で。あ、やばいやばいやばい、ちょっと。ああ。え、でもあれやない、シルビアには効かんのやない。そんなことない。そんなことないっすか。はい、自分を回復。お、ちゃんとダメージ与えれてるね。弱いよ、シルビア。頑張ってくれ、みんな。頑張って、呪いを解くんだ。イグナーの子守唄。眠らねえ。全くもって眠らねえ。マルティナのお尻にどんだけの威力があるっていうの。お、いや、グレーグ、自分もちょっと危ないけどね。はい、ベホイム。
クレイグのマジックポイントが、マジックポイントがだいぶ減っている。お？クレイグだけダメージを受けない。これは、やっつけれるんだろうね。やっつけれるんだろうね。会心の一撃さすが！どうよどうよ。お、いいぞいいぞ。会心の一撃。お、ちょっとマルティナ疲れてきたんじゃない？いけるんじゃない？え、シルビアどうなのこれ。おー、やっぱりシルビア余裕しゃくしゃくだ。なんやこの女ぐらいに思ってそう。このね、アイナとグレイグの会心の一撃連続が。メラハリケーン。おー、やったね、普通に倒せてやん。イエーイ。呪われしマルティナをやっつけた。やったね。これ無理なパターンかと思った。う、戻るんかな。ふう、ようやくおとなしくなってくれたか。これで目を覚ましてくれるといいんじゃがの。困りますな、お客さん。うちのナンバーワンディーラーをいじめてもらっちゃ。お？ほんとや、あの像よりよっぽど、よっぽど太い。泣かせた女は数知れず、最強のキングオブモンスター、妖魔軍王、ブギー様参上だじょ。ゴビー。こいつが六軍王の一人、ブギー。グロッタの街をこんな風にした張本人の登場ってわけね。キモい。おー、よちよち、かわいそうなボクちんのかわいい子猫ちゃん。仇はボクちんが取ってあげるからね。無礼者が、祖国姫様から離れろ。でもあれをね、一階におった時点では多分正気やったよね。聞いて回りよったっておったし。クックック、ボクちんのマルティナを仲間に引き込もうなんて無駄無駄。ボクちんの力でマルティナをナイスバディの魔物にして、ボクちんの忠実なるしもべにしたからね。人間を魔物に？じゃあもしかしてマルティナちゃん以外の魔物たちも？そういうこと？マルティナだけじゃなく、このカジノの従業員である魔物たちはもともと人間だったやつらさ。人間やった時の記憶はないってこと？みんな同じ姿になるけどそれ。カジノで大勝ちして調子に乗った人間たちを魔物に変えてこき使いまくるのが僕ちん何より楽しみなんだよ。マルティナはわしらの大事な仲間、お主の悪行に付き合わせるわけにはいかぬ。さあマルティナを返してもらうぞい。ボクチンの楽園を壊そうとする奴は、まとめてズタボレ100叩きの刑だじょ。全部全部消えてなくなれ。戦闘突入このまんま。マルティナー。あー、来た。来たわ、そのまんま。うわ、ムカつく。動きがめっちゃムカつく。よし、行くぜ、頑張るぜ。あれやんね、回復する暇さえも与えてくれない。超誘う踊り。ああ、踊り出した。シルビアめっちゃ踊ってるわ。キレッキレだわ。踊りは好きなんだね、やっぱり。さすがに、パフパフには、落ちなくても。踊りは踊っちゃうか。くっそー。頑張ってくれ。でもやっぱあれよね、さっきのマルティナよりも強いってことよね。踊らないで。踊らないで、シルビア。魅了されてるし、ちょっと待って待って待って。いろいろと、いろいろとダサいよ。あんなのに魅了されないでしょ、シルビア。何今の、かばってくれたの？ありがとう。行動はちゃんと仲間思いなのね。頑張れ。頑張れよ、みんな。シルビアが。危ない、危ない。危ない、危ない。頑張ってくれ。いや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 、魅了されるようなやつじゃないって。あ、殴った。1とか弱ーい。弱いよー。あー、やめてやめてやめて。誰が踊り出しちゃうの？シルビア。シルビア踊りすぎ。
どんだけ踊り好きなんだよ。あー、ああいうのまで。くっそ、やばい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 。あー、よくないよくない。君は攻撃しちゃダメだ。攻撃力が強いんだから。ありがとう老じいちゃん。お、我に返った。それは我に返ったとは言わないんだよ我に返ったけど体が動いてるってこと急激に突っ込まれたけど、くそ、まだまだっぽい感じやね。くわー、マジックポイントを吸い取っていかないで。必要なのそれ、回復に必要なの。まだまだ余裕で踊ってるな。疲れさせなければ相手を。頑張れ頑張れ。あれかな、やっつけれそうな感じになってきたらちょっと踊りが乱れてきたりするかなあー、グレイグー、そう、これは性別を選ばないのか。頑張るんだ。あは、おじいちゃんぶった切らないでおじいちゃんぶった切らないで、怖いよ。お、あー、元に戻ってよかった。いけいけ、弱いよ弱すぎるよ。あれ、マジックポイント回復しよるってことよね、相手やば。みんな頑張って。ちょっと乱れてきた？気のせいかな？気のせいかもしれない全然気のせいかもしれない。なんかね、動きがちょっとおかしくなった気がしたけど、攻撃を受けた瞬間だけやったかな。シルビア、シルビアはもっとイケメン好きだと思ってるよ私はほら、もっともっと会心の一撃とか出せよ。マルティナにあんなん出してたんだから出せよ。けいけいけいけ。うわ、すごい、腹パンいったよ、腹パン、やばいいぞいいぞ。やめてゾーンに入らないで。あれ結構100発100中でいくよね、魅了するの。頑張るんだ。いいぞいいぞ。ああいうのは普通に攻撃しても結構な攻撃力やけんね。ありがとうシェルビア。ああ、もうマジックポイント、マジックポイントが。シェルビア耐えて。オッケー、グレイグ、グレイグ踊り出した何その踊り、何なの、土壌すくいな、踊り種類いろいろあるの。やばい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 、ちょっとやばい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 。なんかああいう踊り私踊ったことある気がするな、音楽の授業で。え、待って、あれ盆踊りじゃない違うえ、あれ盆踊りよね。ああいう踊り私昔やったぞ。え、絶対盆踊りやろねえそれ、じゃあパッとした感じ。 あれな、何踊ってんだ、何踊ってんだ俺みたいなやばいやばい、表情、お、大きく乱れたけどまだか。くっそ、やっつけたと思った今。頑張れ頑張るんだ。いいぞいいぞ。狙いハリケーン。くっそ、まだか。強いんですけど、強すぎるんですけど。あは、老じいちゃん踊り出した。そんな愉快な踊りを。何、何なのその動き。若干阿波踊り的な感じに見えるけど。あ、え、違うな、阿波踊りじゃないな、それもなんか盆踊り、盆踊りの一種みたいな。あ、全員、あ、ちょ、全員踊ってる。そんな、そんな軽快に踊られましても、ちょっと表情超楽しそうなんやけどみんなあ、シルビア戻ったお、いいねいいねみんな戻ってね、ちゃんと。じゃないとね、全員が踊りよったらちょっとグレイグいいわ、ツボだわ
全員がおとりやったらちょっと回復役が。グレイグ、君だけだよ、最後まで踊ってるのは。ほら、正気に戻りな。正気、あー、増える増える増える。お、ミス。オッケー。それはグレイグには効かないだろうね、踊ってんだから。すでに踊ってんだから。お、戻った。戻ったかい？何事もなかったかのようにしてるけど。待って、めっちゃ弱くない？向こうの、向こうの守備力めっちゃ上がった？やばい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 。あのね、グレイグとシルビアのね、マジックポイントがゼロなんよね。マジックポイント。おお、やったね、やっつけたー。めっちゃ飛び散った。弾がめっちゃ飛び散った。はい。イェーイ、グレイグレベル58。じゃ、この周りの子たちも人間に戻るんかな。うぐぐ、もうダメだ。体中が痛くて力がうまくコントロールできないじゃん。お、戻る？あの弾で制御しとったってことかな、なんかいろいろと。戻ったみんな。服装まで？服装までですか？私どうしたのかしら？ここは一体。まあ、アイラじゃない。隣にいるのはグレイグ？あなたどうしてここに？あうあう、はう。ドボジでボクチンがこんな目に遭うんだ。ボクチンはこの楽園で一番偉くて強い王様なんだぞ。あの魔物は。なになに、どうした？あ、恨みがあるのね。今までのことすべて思い出したわ。妙魔軍王ブギーさん？今までよくも好き放題してくれたわね。なるほど、記憶がちゃんとあると。これも恐ろすぎて見えない。うわぁ！目だけが。マルティナー。怖いよ。怖いよ、マルティナ。100万倍にして返してあげるわ。だってか、服装戻っとるやないか。ほげー！ああ。ああ、モンスターがかわいそう。あ、オーブ？アイナはグリーンオーブを取り戻した。あ、あれで、ね、殺されちゃったの。かわいそうだな。大丈夫かい、マルティナ。あ、戻った。姫様、今のは？魔物になっていたせいかしら。私、新しい力を目覚めたみたい。今ならどんな強敵にも蹴り倒そうだわ。マルティナはデビルモードを覚え、マジで？マジで？え、じゃあ、さっきのやつのおかげで、よね。完璧に。ロー様ご心配おかけしました。いいんじゃ、マルティナよ。お主が無事で何よりじゃ。これでまた一緒に旅ができるの。姫様、今までの綺麗な振る舞い、どうかお許しください。私は今、アイラに命を預ける身。打倒ウルノウガの信念を貫き通すまで、このグレイグ、皆の盾となりましょう。何よ、そのつまんない挨拶。これ以上私を退屈させるなら、きついお仕置きしてあげましょうか？かわいい、マルティナ。なんてね。冗談よ、冗談。グレイグ頼りにしてるわ。これからもよろしくね。いいね。アイナ、しばらく見ない間に随分頼もしくなったわね。お？これ、あなたに渡しておくわ。アイナはマーメイドハープを手に入れた。お、マーメイドハープ、持っとったんや。世界各地を旅してる時に、そのマーメイドハープを見つけたの。どうしてもあなたに渡したくて。もうわかってると思うけど、海にそびえる光の柱でそれを使えば、船で行けなかった場所にも行けるはずよ。そこで残りの仲間を探しましょう。魔王ウルノーガを倒して、世界に平和を取り戻すために。マルティナが再び仲間に加わった。マルティナのスキルパネルが新たに解放された。え、ってことは、あれか。人魚たちのとこに行くわけだけど、でもあの後絶対滅んだと思うんやけど。嫌やな。こうしたアイラの活躍により、グラッタの町は元の活気を取り戻した。
魔物になった人々も元の姿に戻り、人々は久しぶりに訪れた平和な時間を共に喜び分かち合ったのであった。そして夜が明けた。はい、てーれーれーれ、はい、来た。なんとアイラのカジノコインがモンスターカジノで遊ぶ前に持っていた元の枚数に戻っている。どうやらモンスターカジノのコインは幻のコインだったようだ。なるほどね。妖魔払い。魔物にされたマルティナを妖魔軍王ブギーの元から救い出した者に贈られる称号。え、あの像は残ったままなの？ここは世界中のギャンブラーたちが己の運を試すために訪れる神聖グロッタの街よ。あれからみんなで話し合ったの。せっかくカジノができたんだから、このカジノで街を盛り上げていこうって。グロッタの名物は変わっちゃったけど、いつまでも嘆いていられないもの。チャンピオンもぜひ遊んでってね。ありがとう。そっか、チャンピオンって呼んでくれるのね。これは噂で聞いたもんだかな。遥か北の地、クレームラン地方へ続く海に、突然黄金の氷山が現れたらしいんだ。おかげでクレームラン王国への道が閉ざされ、国の人たちは孤立してしまってるらしい。一体何が起こってるんだろうな。あんたら船を持ってるんだって？なら、ルーレでソルティコに行って、そこから外海に出て北を目指してみろよ。なるほど。じゃあ次はそこからということかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。めっちゃわかりやすく説明口調で言ってくれたけん助かるわ。